はい、ちゃんどうぞ。はい、わるちゃん。早いっすね、始めるの。あ、すぐ始まっちゃいますね。なんか前の哲也と亮のラーメンの時、うん、オープニングなかったらしいっすね。今、なんか、さんに怒られた、ね、怒られた、はい、すぐ始めるなっつってついに、僕の番ですか。はい。いや、これはね、もうね、待ち望んでたよ、社長さん。すいません、もう俺どれぐらい経ったかね、前回から。あの、あれの、あれから実はエレ経ってるんだ。うん、どれぐらい経ってる。3年ぐらい経ってる。じゃ、そんな経ってない。1年ぐらいだけど、1年ぐらいだけど、だけど、多分すごい経ってる。うん、でも、そうですね、俺唯一あのラーメンだけ感覚しますね、うん、そうだよね。唯一、まあ、それ全部うまいんだけど、の入っちゃう。すごくない。まあでもな、あれからいろんなラーメン食ってるもんね。そうですね、ま、好みも変わってくるだろうけど、まあ、今回ね、としみつコラボということで、としみつの大好物のあさり節だし、パイタン。で、今回はですね、鶏が、前回は薩摩地鶏だったんですが、今回ちょっと薩摩地鶏が手に入らず、播州百日鶏ですね。兵庫の地鶏ですね。わー、うまそう。はい、兵庫の地鶏と、栗豚という豚のね、レアチャーとダブルで、レアチャーがついてくるという。やばいっす。まあ、あっさっぱりだね。あっさりしてる。鶏はね。鶏はあっさりしてる。はい、鶏はね。うん。いいっすよ。あれがうまいっすね。シャクシャクした感じ。うん。楽しみ。はい。としみつコラボということでね、はい、作らせていただきますが、今日動画撮ってますが、これ、なんと、としみつが今日来てくれたので、つばおさんの後努力次第で、あさっての火曜日から、発売になる予定です。やばいっすよ。やばい、言いたい放題じゃないですか。今日もさ、俺が昨日ね、名古屋ファイナルのライブで、うん、で、今日はね、その次の日だから、お、今日、俺撮れますよみたいなね、会話して、俺がね、ちょっとこの後予定が1個あるから、最短で 何時から行けますかって、俺忘れてて、つばおさんが、ね、つばおさんが全部準備するじゃん。うん、1時間後って言って、違うの行けるわと思って、あ、どうすって来たら、つばおさんめっちゃ準備してた。つばおさん、招集されるんだよねって。わやだよな、日曜のさ、昼過ぎにさ、急に招集されるんだもん。申し訳ございません。ありがとうございます、ほんとに。明日公開ね、やばいっす。マジで言っちゃった。言っちゃった。すげえ。まあ、じゃあ早速ね、作っていきますので。お願いします。はい、お待ちください。よろしく。よろしく。何ですか、ロンちゃん。どうぞ。いただきます。ワン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 、おやちゃん。これもしかしてキブサじゃないですか。うん。では作ります。その通りね、丼を温めていきます。今回ね、細麺手もみと選べます。僕は細麺でいきます。はい、麺投入。細麺通常通り1分です。丼が温まったらね、できます。はい、こちらあさり節だし、アサリの節ですね、のお出汁です。キムサチ特製醤油だれ、カツオ油、魚粉ですね。パイタンはね、いつも休みに作っては寝かしております。寝かした方がね、やっぱり味が、深みが出てきますからね。トッピングやります。まずメンマですね。はい、で
キムタチの特製レアチャーシューで、あれですね、満州百日地鶏のいただき、ネギ、玉ねぎ、味玉、おかかで、彩りの、まあ、一等ですね。彩りに軽くブラックペッパー、はい、これで完成です。どうぞ。今最高のコンディションなんですよ、僕。マジの昼飯なんですよね。ありがたいです。今、なんでもうまいっつっちゃうかもしれないですよ。それでは、いただきますね。はい、どうぞ。こんなにカメラあるけど、このインサートを撮らんっていうのはなかなか不思議だな。毎回思うけど。じゃあそれっぽくね、スープからいきますね。うわぁ、いいなぁ。うん、わからん、俺昨日打ち上げでちょっとね、使いようでもないけど、それもあってやっぱアサリ余計よく感じる。ははわかる。うわぁ、うん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 。うわ、私細麺ね。細麺で、細麺俺あんま食べたことないんですよ。食べたことないね。いつも縮れだから。いただきます。やっぱりしとるけど、僕的にはね、ガツンともくるというか、なんか程よいんだよね、このバランスがね。何かとめちゃくちゃいいんですよ。だからね、スープが飲めちゃうんだろうね。深みといい、この赤いの出汁がね、うん、こうなんだろうな、むちゃくちゃ濃厚じゃないもんね。濃厚ではない。濃厚じゃないんだ。すげえ濃厚に見えるんだけど、うん、スープ口に入れたらね、なんかね、あっさりしてるんですよね。うん、うまい。イエーイ。あー、どうした？あ、ごめん。チェモン。そして播州、はい、百日一鶏。うわ、これちょっとあれですね、叩きっぽくなってるんですよね。はい、これ炙ってんのがいいんですよ。炙ってちょっとね、裏は炙ってない、片面だけ炙って食感と両方出したいんだよ、香りと。これ炙ってるの、香りが来るじゃない、うん、それがまた食欲をそそるんですよね。いただきます。なんかこうシャクシャクっていうね、もう弾力があるけどね、シャクシャクしてね。で、炙った香りが鼻を通った時にまたスープ入れちゃう。またスープ入れちゃう。そうなんですよ。もうこれも永久期間欲しい。うん、これですわ。はい、うまっ。これも実はね、最初やった時からもう途中から名前変えたんじゃないかな、かっこ としみつ。だから一時メニューにはとしみつって書いてあるんですよね。人の名前ラーメンのメニューすごいやばいですね。平気で勝手に使ってるよね。レアチャー。いやいや、これいつものレアチャー。これはいつもの、うん、うん、これいつものレアチャー。うん、うまいね、レアチャー。いいね、嬉しいね。でかいんだよね、いつも。今回ほんと長かったからな、結構いろんな人に言われたんですよ。うん、あの、としみつのラーメンっていつやるんですか。もう年も終わりの終わりにね、ね、ファイナルでとしみつが来るという。
ズのライブが昨日ファイナルを迎え、ゆぶたちの1年の締めくくりのラーメンもとしみつで行くという、うん、はい、これは年内って感じ。いや年内じゃ短いもんで、うんうん、年明けてからもやります。年明けて、まあ、次のまた限定の準備が整うまでなんだけど、いつも、はいはいはい、毎回これ仕入れをくしゃくしゃしちゃうじゃん。そうだよね、これ取り大変そうそうなのでそこの状況なんだよね、うんうん、でこれで年末になっちゃうから仕入れる量が多いじゃん、うん、これでどうだろうな、年末年始に物が入らなくなっちゃうので、ね、ガツンと仕入れるんだけど、まあでもそうね、今回はもうちょっとまた今までと違って君らの人気が上がりすぎちゃってさ、まあ、まだまだなんだけど、まだまだ行くんだけど君らは。どうですか、岡崎に来てくれるお客さんの量が半端じゃないと思うの。さっきさ、うん、構成アバチキの前を刺身に通ってみるかと思って、うん、今日曜じゃないですか、うん、ダメだった通れます、ダチオさん。俺は通るよ。ダチオさんとも、ダチオさんも通れないんじゃないってぐらい。たまに避けてる。なんかマジウォーキングヘッドみたいにさ、うん、道溜まっちゃうからさ、うん、なんかちょっと、あ怖って思って。しかもアメ車だし、今日アメ車乗ってきましたよ。あ見てないでしょ。ちょっと待って、乗らせてくれよ、ちょっと横に。本当だよ、俺キレてんでいいからまた聞いてさ。ダチオさんやっぱ乗るとシート壊れるかもしれない。お前それ何、俺が100キロあるデブだもんねって言いたい。どういうこと。あのね、結構ね、沈むんですよ。おうおう、だからなんでさ、バキッタオンバイバキッって言うかもしれない。バキッでしょ。あの車もあって人ちょっとすごいね、なんかもうわーってなっちゃった。ちょっとじゃあそれでアバチキの前行こう。いやだいやだいやだ、あれ危ないもん。何が危ないの。周りの車巻き込んだら危ないもん。あえてね、ぽいな、あえてやらんよ、あんまりやってあげたいけど、危ないもん、興奮しちゃうでしょ。マジでそんなお前ツイッターでよく言っとるもんで、こんなことしてこんだろ。いざ見たらそうなっちゃう。なるかな、うんね、ありがとうございます、ありがたいけどね、ほんとにね、なる、心苦しいよ、こっちも仕方するの。うん、まあでもそうだよな、うん、意味がわからんだって、俺からしたら。ペケペケペケ、俺はもうスープね、勝手になくなっちゃうんだよね。不思議だよね、このラーメンだけ。勝手にって、このラーメンだけ。うん、休みのとこすいません。いやいや、もうとしみつといい、てつやの時からだけど、てつやも旅行中の間に来てくれて、うんうんうん、ちょうどね、寮は寮で、寝ない旅の後起きてるじゃない。そうそう、あ、そうなんだ。寝ない旅の後で寝ずに来て、なんかこの方まで予定があったんだよね、あいつ。へぇ、でも俺は今日最高のランチいただいてるんで。最高のランチだけど、お前お前昨日ライブファイナルしてきてね、二次会も行って打ち上げの状態で酔ってねえけど、まあ状況いいかもしれんけど、忙しい中見てみると、本当皆さんありがとうございます。いやいやいや、今日はね、最高のタイミングでしたよ。あとまだね、でも虫さん、夢、何が好きなんですかね、あの2人。いや、頭の中ではできてる。本当ですか。うん、できてるんだけど、ちょっと違う形でね、コラボしようかなとも思ってるんですよ。ほら、最後自撮り。お前何それ、自撮り好きなの。なんかこれは好き。あ、でも、普通に鳥のたたき好きっすよ。でもそれが、としみつが今回鳥のたたきか鳥のたたきかっていうもんで、わざわざやっぱ撮ったんだもん。うん、で、前回カモだったじゃん。もう今カモ入らないよ。なんですか。戦争で。あらら、そうなんだ。輸入で飛んでこれない。ああ、そうなんだ。そうなんだ。大変ですね、いろいろあるっすね。食材が入らない。アサリ、ほらアサリちゃんと入ってます。入れてますよ、ちゃんとね。名前だけじゃないよって。ちゃんと出汁取ってるんだから。やってる。大変です。うん、やっぱ歯応え最高ね。うん、シャキシャキ、ほんとシャキってね、うん、なる。シャク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 っていう感じでね。シャクシャクだね、うん、このね、噛み切れるわけじゃないもんね、うんうん、このね、これがたまらん。なんか、あれだね、やっぱり年見とこよく絡んでてもライブアートはやっぱ細いな。ねえ、相当だよ。なん、ねえ、細いっす、やっぱ細いっすよね。でもライブ終わりびっくりする、俺自分で。こうも変わるか。うん、
ライブ終わり写真撮るとちょっと漏れるでしょ。漏れるね。シュッとするね、うん、アドレナリンで、ね、目パキッとるし。間違いない間違いない一番ヤバい状態の写真だ。いけとるよな。バキバキで、ね、確かに。昨日なんかライブ終わって3時間ぐらいずっとハイだった。ハイだったでもハイだよな。変な言い方だけどあのずっとねテンションがやばかった。飲んでコテンとねんと寝れんじゃない。興奮しとって自分自身が。でも、ね、眠くならんかった昨日。そうでしょ。そういえばやっぱ体興奮しとる。飲む、それぐらいいい日だった。最高だ。でこのねとしみつの内面のようなラーメン、こう攻撃するようで実は優しいというねこのラーメンですよ。いいこと言います。どうでしょうか、これコラボで出してよろしいでしょうか。いいでしょ。イエス、ありがとう。サンキュー、デルハッピー。マジ飲んじゃった。これね、別に無理して飲んでないんですよ。ありがとうございます。これなんか飲んじゃってんすよ。これがとしみつなんですよ。これ飲んで、まあ、今ちょっと顔これがとしみつ。優しさです。これが僕です。うわ、うまいなこれ。これは来ちゃうよ、俺時間あったら。デリ嬉しいな。ありがとうございます。マジでうまかった。よろしくお願いします。お願いします。はい。でも、ね、ほんとね、年内もうちょっとなんで、今日ほんと、あの、来れてよかったっす。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、これでね、はい。このまま、乗せてもらいます。はい。君の赤い車に。なるほどね。いらっしゃい、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 いらっしゃい。いらっしゃいませ。いらっしゃい、温度だよ。あおだろ、今日もキムタッチャンネル見てくれてありがとうございます。ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、バイビー。こんだけだって結構だったよね。マジで。もう本当だな。めっちゃ軽いから。もっと重たいと思ったら軽いんだ。軽いから飛ぶんだ。有名人乗り物みたいな。本当に。鉄だし。本当におもちゃ。本当におもちゃだな。